おはようございます。今日は皆さんにお知らせがあります。なんとこのクラスに転校生が来るのです。さあ入ってきてください。自己紹介をお願いしますね。時崎くるみと申しますわ。私精霊ですのよ。皆さんどうか仲良くしてくださいまし。はい、とっても個性的な自己紹介でしたね。それじゃあ空いてる席に。その前に一つよろしいでしょうか。私まだこの学校に不慣れなもので、放課後にでも構いませんから、どなたお願いできませんこと。ええ、もしご迷惑でなければ。それとも私と一緒は嫌ですの？ありがとうございます。嬉しいですわ。では決まりですわね。よろしくお願いしますわ。なんですって。冗談にしても、精霊の名を知っているってのはおかしな話ね。今すぐ調べるわ。的ね。それじゃあしっかりインカムをつけて、随時連絡が取れるようにしておいてちょうだい。くるみで構いませんわ。さあどこから案内してくださいますの？楽しみですわ。私はどこでも大丈夫ですわ。まあ気をつけますわ。私を気遣ってくださるだなんて優しいですわね。ご謙遜なさらないでくださいまし。あなたの横顔に見とれてしまっていた私が悪いのですわ。ほらしっかりしなさい。あなたが口説かれてどうするのよ。ふん、しかしまあ今までにないタイプの精霊であることは確かね。社会に溶け込んでるのはもちろん、向こうからこんなアプローチをかけてくるなんて、さらなる情報を引き出す価値があるわ。さあ選択しよう。あなたはちゃんとご存知でしょ、精霊のことを。どうやらあなたのことを調べているみたいね。もう少し。あら、お気に召しまして。神は女の命と申しますわ。そんな大事なところを撫でられるだなんてドキドキしてしまいますわね。やはりご迷惑でして。では私一つ
つお願いがありますの。聞いてくださいまして。時咲くるみ、学校で手を握る必要はないはず。今すぐ話すべき。そうだそうだ、早く手を離すのだ。いろいろと案内してくださって本当にありがとうございます。それでは私はここで失礼しますわ。おいおい、ぶつかってきといてそれで終わりはねえだろうよ。あら、そういうことですのね。ここでは人目についてしまいますわ。こちらへ。物分かりがいいねお嬢ちゃん。化け物。その時間いただきますわ。私と遊びたいんです。模擬戦より面白いで嫌がります。私の出番だ。あらあら、あなたは高宮真奈さんでしたかしら。私の名を覚えて褒めて。気安く呼ばれるのはヘドが出上がります。あら、私もナイトメアなんて呼ばれるのは悲しいですよ。時崎くるみと呼んでくださいませ。あなたは隣の席の折紙さんですわね。
転校したその日にクラスメートに追われるなんて。これ以上彼には近づけさせない。私は後で基地に戻りますんで。